イジクルスクールは、イニソフトが提供する Windows をカスタマイズするソフトウェアである。通常はレジストリを書き換えなければ変更できない設定を、初心者でも GUI から簡単に安全に書き換えできることを特徴としている。2016年4月6日、開発の休止を宣言した。Windows の特殊フォルダの,の名前を変更するツールとして、 RNSFLDR の名称で、リリースされたのが最初期のもので、その後は、正式名称は RNSF であるとしつつ、Win95-95% いじくるツール、Win95-98% いじくるツール、Win95-98 を2000%いじくるツールと、機能追加に合わせて、ツールの名前を変更している。2000年4月にリリースしたバージョン5では、 Windows を2000%いじくるツール2001年にリリースしたバージョン6ではいじくるツール2003年3月にリリースしたバージョン7はいじくるツクールの副題となりその後は変更されていない現行バージョンであるいじくるツクールにおけるカスタマイズ項目及び機能の一例であるすべての機能は独自の R スクリプトという言語で記述されている この言語を用いて、作者以外のユーザーが独自に機能項目を追加することができる。イニソフト管理人の二言。w w w i n a s o f t o r g 2 0に1年8月9日閲覧。RNSF って何の略ですか辛いクルツクールのヘルプ。 www.inasoft.org.2021 年8月9日閲覧。Vector,Windows を2000%いじくるツール、新着ソフトレビュー。www.vector.co.jp。2021年8月9日閲覧。窓の森から、ニュース、Windows カスタマイズソフト、いじくるツール V6.00 プレビューリリース。 forest.watch.impress.co.jp 2021年8月9日閲覧窓の森からリリースニュース Windows をカスタマイズするソフトイジクリスクール V7.0082 正式版が公開 forest.watch.impress.co.jp 2021年8月9日閲覧ありがとうございます